アリメカネヒサ、アリメカネヒサ、アリメカネヒサ、1978年9月27日隊は、沖縄県那覇市出身の元プロ野球選手、当主。沖縄県立浦添商業高等学校を卒業後は、大戦へ入社するが、同社野球部の廃部に伴い、1999年に、九州三菱自動車公式野球部へ移籍した。2000年に、 ホアシカズユキと対等し、ホアシが西武ライオンズへ入団した後は、エースとなる。チームは、九州予選で敗退したが、日産自動車九州公式野球部の補強選手に、選ばれ、第71回都市対抗野球大会に出場した。都市対抗1回戦で前年度覇者の三菱、不走川崎公式野球部を相手に先発として、高騰し、チームの勝利に貢献した。 2001年度ドラフト会議にて、大阪近鉄バファーローズから30名指名を受けて入団。は一軍登板なしに終わるが、7月18日の対、オリックスブルーウェーブ戦、大阪ドームで初登板を果たす。その後は一軍で中継ぎ、または左打者へのワンポイントで起用されたが勝ち星を挙げらず、には、投球回を上回る支給を与えるなど、請求難に苦しんだ。 同年シーズン終了後、選手分配ドラフトにおいて東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。楽天球団創設の年となった移籍後初登板は、開幕2戦目の対千葉ロッテマリーンズ戦、千葉マリーンスタジアムで2回から救援登板するも連打を浴びて、即日2軍降格となった試合も0から26で大敗。1軍復帰後しばらくは、 中継ぎで起用されていたが、同年7月17日の対北海道、日本ハムファイターズ戦、札幌ドームで先発すると、9回無失点の高騰を見せて、首脳陣の信頼を得る。この後は先発ローテーションに定着すると、同年7月31日の対西武ライオンズ戦、インボイス西武ドームでプロ初勝利を初関東、初完封で、飾り、楽天球団初の完封勝利、 アリメ自身も、プロ初登板から続いていた連敗を9で止めた。この年は3勝10敗と大きく負け越したものの、4完投を記録するなど、自身の乱調から破れる試合が少なく、夏場以降は安定感を見せた。8月25日の対千葉ロッテマリーンズ戦、フルキャストスタジアム宮城で先発すると、延長12回188球を投げ切って17。 脱三振一致失点の高騰、試合は引き分けに終わったを見せるなど、粘りの投球が目立つようになった。シーズン終了後は、浅井秀樹、川田寿司と共にハワイウィンターリーグへ参加した。ハワイでは、ホノルルシャークスに所属し、リーグ最多タイの4勝リーグ最多の48回を投げ、防御率2.63、リーグ4位と結果を残した。若い幕ローテーションに入り、 同年4月3日の対北海道日本ハームファイターズ戦フルキャストスタジアム宮城でシーズン初勝利を挙げた。この試合はこの年に楽天先発のサワン投手が挙げた唯一の白帽子となった。同年4月10日の対西武ライオンズ戦フルキャストスタジアム宮城では3回持たずに降板するなど先発としての役目を応せず以降は中継ぎに配置転換された。 同年6月8日の対読売ジャイアンツ戦、東京ドームで高橋久則から中前安打を放ってプロ初安打を記録した。同年7月11日の対福岡ソフトバンクホークス戦、北九州市民球場で先発して、以降はシーズン終了まで渡辺久志樹、山村博樹、長井玲と共に中継ぎで登板し、チームの同年8月の勝ち越しに貢献した。 この年は52試合に登板して、防御率4.17と、自己最高の成績を残し、初めてシーズン通して1軍に登録された。は、開幕1軍を逃したものの、前年65試合に登板した、渡辺久志が離脱したため、左の中継ぎとして、大車輪の活躍が求められた。また、チームに抑え投手が不在であることからたびたび抑えを、任され、 同年5月7日の対福岡ソフトバンクホークス1000クリネックススタジアム宮城でプロ初セーブを記録した。左打者へのワンポイントで登板するなど起用が固定されなかったが、全体的に安定した動を見せ、リーグ最多の66試合に登板して、防御率2.05、チーム最多の19ホールドポイントを記録するなど、前年を大きく上回る自己最高の成績を残した。 開幕から主に中継ぎとして登板するが、同年6月7日の対読売ジャイアンツ戦、東京ドームでは2007年7月11日以来となる先発登板を果たして3回無失点に抑えた。前半戦だけで防御率2.36という高成績を評価され、監督推薦によってプロ8年目でオールスター戦に初選出された。しかし、 オールスター戦では1死しか奪えず3安打に死球を許して降板した。その後は調子を落とし、後半戦になると安定していた、請求力が悪化し、左打者へのワンポイントで登板したにもかかわらず、死球を与えてそのまま降板したり、打ち込まれるケースが増加した。最終的には、前年を上回る、チーム最多の20ホールドポイントを上げたものの、 防御率5.15と大幅に悪化してしまった。は、開幕を一軍で迎えて安定した投球を続けるが、故障や片山博士氏の対等もあり、前年までの登板数を大きく下回り13試合しか登板できなかった。6月18日の対阪神タイガース戦、阪神甲子園球場では、6回裏に3番手で登板して、クレイグ・ブラゼルを2日に打ち取り、 7回裏の攻撃前に、コーンコールドとなったため、2年ぶりのセーブが記録された。同年も、登板機会は多くなく、防御率1点台だったものの18試合当板に、終わった。は、開幕を2軍で迎え、同年6月3日にようやく1軍登録され、同年6月5日の対阪神タイガース戦、クリネックススタジアム宮城の9回表に4番手として、当板。 平野圭一に押し出しの支給を与えただけで降板するとすぐに再降格する。その後は一軍復帰を果たすことができず、同年10月2日に球団から戦力外通告を受けた。その後、11月9日にクリネックススタジアム宮城で行われた12球団合同トライアウトに参加も、獲得に動く球団は現れず現役を引退。 球団職員として楽天に泊まり、2013年1月27日、楽天イーグルスベースボールスクールのジュニアコーチ就任が発表された。2015年は、楽天時代のチームメイトでもある、北に久美、塩川達也と共に、社会人野球のオトフクラブに加入し、同チームの全日本クラブ野球選手権大会、出場に貢献。本大会でも登板を果たしている。 2016年1月8日より、独立リーグベースボール、チャレンジリーグのシナのグランセローズに、投資コーチとして、同年のシーズン終了まで楽天より派遣された。予定通りシーズン終了後に退団したが、2017年、および2018年も再度同じ役職で派遣される、こととなった。2019年からは、楽天の打撃投手を務める。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。